はりこう一度中止という形で皆様にも発表することになり、私自身もまたこうして違う形でまた皆さんとバトルヨシカを作っていくということがまさか叶うとは思っていなかったので、すごくまずはそういう機会をいただけたことに本当に感謝していますし、お会いしたかった共演者の皆様に昨日ですか、初めて会うことができて、でも本当に嬉しかったです。再会、奇跡の再会というか、まだ一度もお会いしていなかったんですけども、お会いしたかった皆様と、もちろんマスクとかはしているんですけども、それでもやっぱりこう同じ空間にいて、昨日は少し歌ったりしたんですが、皆さん の, 歌声を聞いて素晴らしいなと感動したり、この皆さんたちとこれから本番まで、作品を作り上げていくんだなと感じ、すごく緊張も少ししているのですが、それよりもみんなで舞台に立てる喜びの方が大きいです。バトルヨシカというのは皆様題名を聞いて、どういうことだろうと、すごく不思議に思ったり、興味を持ってくださった方もいらっしゃると思うんですけども、私自身も初めてバトルヨシカと聞いたとき、どういうことだろうと思い、つい家にあったバトルヨシカを眺めて、これをどうやって作品にしていくのかなと思っていました。ですが少しあらすじ、大まかなあらすじを見たときに、この人間の気持ちと、成長とか、希望に向かって生きていくとか、そういう自分の殻を脱ぐとか、そういったいろんな意味を含めて、このマトリョーシカという題名がついているんだなと、私自身を知った時はすごく感動しましたし、私が演じる役もですね、まだ詳しくはお伝えできないんですけれども、今までもちろん演じたことない、女性、一応性別は女性役なので、なかなか慣れない部分もありますし、ですがこう、なんていうんでしょうね、一つだけ言うのは、すごくかっこいい女性、そしてこう少しベールに包まれた謎の部分もあり、そこもこう少しずつ紐解かれていくのかなと思います。そして周りの皆さんとのコミュニケーションによって、いろいろな関係性が生まれ、いろいろな物語が進んでいくという、いろんなものを含めてのマトリョーシカなので、きっと見てくださった舞台を見てくださる方や配信を見てくださる方も、こういうことなんだと驚かれると思いますし、そしてこういろんな人物が出てくるので、こう皆さんがどの役に共感するとか、この役が自分に少し重なるなとか、いろんな気持ちを持って見ていただけるかなと思います。そしてショーイズムは今まで10年間シリーズとしてずっとこう人気のある作品で、もちろん私自身も知っていましたし、そして歴代の出演者の皆様が本当に素晴らしい方ばかりで、今回共演させていただけるということで、もうこんな光栄なことがあって良いのだろうかと、すごく心が震えております。一度は中止の発表をしたマトリョーシカですが、こうして新しい形になり、今の時代に合わせた配信も一緒にですね、皆様にお届けできることになりました。私自身も中止の発表を聞いたときは、やはりすごくショックで、皆様にお会いできなかったり、皆様にお見せできないのがすごく残念ではありましたが、今こうして皆様に会える日を心待ちにして、マトリョーシカメンバーの皆さんと一緒に一歩ずつですね、作品を作っている真っ最中であります。客席の数だったり、いろいろな状況がありますので、いらっしゃらない方も、
いると思いますが、そんな方はぜひ配信の方を見ていただけたらなと思いますし、実際生で見たいなと思ってくださった方はぜひ客席の方に、会場の方にお越しいただけたら嬉しく思います。お待ちしております。